おはようございます。暗号通貨ニュースです。今日はですね、例の ICO についてちょっとお話しようかと思います。暗号通貨市場の動きを見て現在大きく有望なのは ICO だという、ね、説も未だにあります。ただですね、この半年間行われてきた ICO のほとんどが、まあ、いわゆるね、詐欺まがいというんですかね、そんな悲しい状況になっています。確かに現在480倍になった ADA っていうね、ものもありますし、 ICO から大きく飛び抜けた存在があるのも事実です。まあ、本日はね、その中でこういうふうな、まあ、ICO という希望のある情報の中で暗躍する悪質なアフィリエイト事情をちょっとね、お話ししようかと思います。当然私も有力なアフィリエイト、まあ、自分で言うのもあれですけどね、影響力のあるアフィリエイターとして多くの ICO 案件の依頼は来ましたけども、私は未だに一件も受けたことがないんですよ。というのは、まあちょっと報酬が大きいのは魅力なんですけども、報酬目当てにもう単なるですね、マネーゲームになってるところがちょっと気持ち悪くて、私はちょっと参加できないかなと思いました。まあ現在までに、注目される ICO としては、おはようございます中見さん、おかえりなさいまし現在までね、注目されるものとしては689倍になったクアンタムとかね、おはようございますミカさん、480倍になったカルダノなど ICO ってものの可能性は確かにあるんですよ。ただやっぱり、まあ、2500ぐらい上場したと言われる、もしくは上場が見込まれているという ICO のうちにたった、まあ、数個というかね、まあ、私が見る限りは10個以下なんですよ、なんとかなった ICO っていうのが。そう考えると割がいいのかな、この千密と言われるようなね、1000個に3個ぐらいしか当たらないようなものにそれほど大きな大切な資金を預けるべきなのかなと思ってしまいます。しかも暗号通貨のこととか投資のことを全く詳しくない人が、あの人がこう言っていた、この人がこう言っていた、なんか賑わってるみたいっていう理由だけで買ってしまうというね、玉木さんおはようございます。まあそう考えるともうちょっとね、考えた方がいいのかなと思いますよね。まあ今までお話したそのクアンタムにしてもカルダノにしても、どちらも ICO でプライベートセールで行われていて、上場前に購入したユーザーっていうのはその後の高騰により数倍の利益、数十倍の利益、数百倍の利益を確定して大きな富を得て送り人って言われるようになったね。そんなことがあります。ですから ICO っていうのは、あの ADA のようにとかいう言葉がよく使われるんですけども、まあ ADA のプロジェクトと他の ICO っていうのは全く別なんで、 ADA と同じように軌跡をたどるとは限らないわけですよね。中西さんも、木村さんもおはようございます。で、暗号通貨市場が頭打ちの今、投資マネーの向かっている先がこの ICO というもので、 ICO によってお金を集めようとしている人が多いのは確かです。まあ、特にアフィリエーターっていうのはですね、非常に影響力の大きい存在で、最近はその YouTube を使ったアフィリエイトっていうのがかなり多いんですよね。でそこで最適なのが YouTube でアフィリエイトをかけて、プラスそこで ICO ってものを商品として扱うという形です。まあそう考えるとね、本当に私もアフィリエイトをずっとやってきた身として非常に悲しいんで、アフィリエイト全部手放してしまったと。もう本当にね、自分がアフィリエイターでやったことが恥ずかしいぐらいに今思ってますよね。ICO のアフィリエイトが流行ったおかげで私がアフィリエイトをやる気がなくなってしまったということで、私も被害者みたいになっちゃいますけどね。で今までクアンタムっていうのがね、689倍でしたっけね、かなり大きくなりました。そしてカルダノっていうのが480倍ぐらいになりました。その他ポピュラスとかイーソスとかペイフィアっていうのがあります。これはそれぞれ ICO が成功した例なんですけども、どうでしょうか、 YouTuber さんっていうのがポピュラスとかイーソスとかペイフィアって紹介してますかね。紹介してないやつがうまくいってると思いませんか。だから情報の取る場所とか全然違うんですよ。 YouTube で気軽に触れられる情報の中に本当に大切なものがあるかって言ったら非常に少ないと。1000個を見たうちの本当に2つか3つみたいな感じになってくるんで、あっちでもこっちでもセールスされてる ICO に可能性はないっていうふうにそろそろね、多くの方もお気づきなんではないかなと思います。まあ、ちなみに ICO でうまくいった例として6位以下っていうのがトロンとかお店号とかね、お店号とかね、アイコンとかのがあります。まあ、皆さんもご存知のがあるかもしれませんですね。で ICO で上場する上で、上昇するコインがどれかを確実に選択するのは非常に難しいです。ただしこれに気をつけるっていう点は私も紹介できます。これから申し上げます。 ICO の裏側にある高額な報酬、これがアフィリエイトっていうものですけども、例えばですね、ICO 全盛の今、怪しい案件も商材もばっこしているわけなんですけども、情報商材系詐欺っていうのは結構多いわけなんですよ。その中で上等文句っていうのが、どこどこに上場が決まっているとか、丸々倍確定とかですね、限定100名様っていうのは、これは悪質アフィリエイトの可能性が高いんでちょっと用心していただきたいと。そして残り何時間何分でもう買えなくなりますよっていう風なカウントダウンのルーレットが回るようなやつね、ああいうのも飢餓感を煽る上昇手段になっています。本当に価値があるものだったら売れていくんで、きちんとした説明をすればですね、すぐに売り切れるんですよ。
でもなかなか売れないからカウンターをつけてちょっとね焦らすみたいな作戦が取られるのは昔からよくある手法ですよね。まあ、ただしこれがね全て当てはまるということではないんですけども、こういうのを使うってことはすでにその商品そのものに、まあ販売力がないってことなのかなと私は捉えた方がいいかと思います。で、確かにアフィリエーターさんとかマーケッターっていうのは集客力があるんですよね。影響力があると思います。で、アフィリエーターさんっていうのは日々、こまめに情報発信してますから多くのファンを抱えている可能性があります。だからこそアフィリエーターさんとか YouTube をやってる人には一定のモラルが必要なのかなと思いますよね。発信者には発信する責任がありますし、自己責任って言葉を簡単に使わないで行きたいなと私は思います。情報発信者が自分で自己責任ですよって言って責任を回避するものではなくて、これも何度も言いますけども、情報を受け取った人がですね自己責任だからどうするかってのは自分の責任だと、情報発信者のせいにはしないぞって、こういう意識は大切なんですけども、情報発信者がですね言いたいこと言った後で自己責任ですって逃れるのは私は発信者として、ね、ちょっとね大したレベルではないかなと思ってしまいますんで、私は私に対してすごく気をつけていますね、そこは。で、他の方がされる分にはね、特に文句言うことはないです。それぞれの考え方がありますんで、だからね、ICO をする方っていうのは特に海外の人っていうのはマーケッターに頼ろうとして、そして高額な報酬を出すから紹介してくださいっていう話になるんですよね。中にはですね1000万円を資金調達したマーケッターには200万円ほどの報酬を払ったりする例もありますし、紹介するだけで何十万あげますよってものもあります。あ、モラルとコンプライアンスを守ること大事ですよね。ただね、このねモラルっていうのはどっかに書いてあるわけではなくて、モラルってものをみんなでね妄想してるだけなんですよね。で、コンプライアンスってのも暗号通貨のコンプライアンスって別に企業でしてるわけでもなんでもない、個人でしてる方が多いんでコンプライアンスを掲げてないわけなんですよ。まあ、ですんでコンプライアンスとかモラルっていうのはこれからできるもんだと思います。ですんでね、木村さんがおっしゃるようにそれすごく大事です。大事なんで情報発信者っていうのはねモラルとかコンプライアンスを自分の中に作っていくことと、あとはこういうモラルとコンプライアンスでやっていこうよっていう風ななんか組合みたいなのを作ったらどうかなと思っちゃいますよね。まあできないと思いますけども本日のね、まあ話題は以上かな。まあでもプロジェクトって本当成功しないですよ。上場したらもう上がろうが下がろうがお構いなしみたいな ICO があったり、実際に今までの例を見てみるとプロジェクトとして成功するのは本当に 1% 前後とかね。で、将来的にも有望なプロジェクトってのはまたやっぱり 1% とか多くて 2% みたいなところですから、今何かの ICO に皆さんが参加していて、その将来見込めるから将来どうにかなるかなって希望を抱いているものは、その希望は私たちで100分の1ぐらいの可能性だと思った方がいいと思うんですね。もうほとんどが今の時点で値がついてないってことはもうこれからも値がつかないと思った方がいいです。一番最初にお話ししましたけども、本当に有望で値がつく ICO っていうのは私たちの耳には入らないようになっています。その前に売り切れちゃいますからね。そんな形で参考にしていただければと思います。本日は以上です。あ、いっこさんおはようございます。